ヘリングの初期のグライダーオーガスタス・ヘリングはアメリカ合衆国の航空の先駆者。重航空機による世界初の動力飛行を達成したのは彼だという説もある。航空におけるヘリングの経歴はオクターブ・シャヌートの飛行用車として始まった。まもなく彼は航空上の実験を独自に行うようになり、1896年には特許を申請した。すなわち友人で、 空気より重く動力を持ち操縦可能な飛行機械の特許である。1899年10月11日、ミシガン終戦とジョゼフで彼は服用グライダーに自ら設計した圧縮空気エンジンを積み50フィートを飛行した。もっと後で行われた飛行は地元市に目撃され報道されている。しかし、これらの主張は論爆され続けている。 フィル・スコットの本、ザ・ショルダーズ・オブ・ジャイアンツ、A History of Human Flight 2,919によれば、ヘリングのグライダーは、操舵するのが困難で、なおかつ彼の圧縮空気エンジンは一度に、たったの30秒間しか作動させられなかった。そのためスコットはヘリングを、ハンググライダーの伝統を継続しただけの人間と、みなしている。現代の専門家たちも、 ヘリングを人類初の動力飛行達成者の候補に入れてはいない。1909年、ライト兄弟と対立中のグレン・カーチスと共に、カーチス・ヘリングを設立した、根本里氏、パイオニア飛行機物語によると15秒。ありがとうございます。